出来360系360出来210系出来211愛知電気鉄道出来360系電気機関車は愛知電気鉄道が申請した直流用電気機関車。高年愛電と名記鉄道が合併し名古屋鉄道が設立された際にも形式称号は変わらず出来360型を名乗った。1923年に一両。 1925年に2両が日本車両製造で申請された。車体は突輪型で、軸配置は BB、主電動機や、電装品のはウェスティングハウス製、台車はブリル製である。600ボルト専用機で、愛知電気鉄道時代は西予線で使用されていた。連結機は、連環連結機で干渉機も設置されていた。後に、 自動連結機も増設されて、一時期は、連関連結機、干渉機、自動連結機という2種類の連結機を併設していた。1935年、愛知電気鉄道と明気鉄道が合併し、名古屋鉄道になると、名古屋鉄道的360型となる。1949年に360が363に解消し、的360型となる。 戦後、361は、高ヶ原線や西尾線、362は、厚見線、363は、西尾線で使用され、1954年に、厚見線が、豊橋鉄道に、譲渡されると、厚見線で運用されていた362はそのまま、豊橋鉄道に転籍する名古屋鉄道に残った2両は、1960年に、瀬戸線に転属。 1965年に361と363で車体振り替えが行われ、363の車体となった361が廃車となる。残った363も1967年に廃車となる。豊橋鉄道に譲渡された362は1968年に出来210型に解消され貨物用として使用される。 1984年の豊橋鉄道の貨物、営業廃止後も入れ替えようとして残り、1997年の河川電圧1500ボルト小圧と共に廃車となった。出来210型は、1998年に、厚見郡田原町へ寄贈され、足が池農業公園で、では重系11と共に、生態保存されている。ありがとうございます。